ここまでのアカデミックな講演とは、ちょっとかなり毛色の異なる発表になってしまうんですけども、こちらのタイトルで単がお話しさせていただければというふうに思います。はい。で、今日のお話の流れなんですけども、このような流れで進めていきたいというふうに思います。まずはじめに、モジュラスって何という方、少なくないと思うので、まずはモジュラスの概要紹介から始めていきたいというふうに思います。その後に、フィジックス ML のユースケースを2つほど紹介した後に、最後に、モジュラスを使い始めていただくにあたっての参考情報をいくつかお届けする流れで進めていきたいと思います。はい。ということで、早速、モジュラスとはというところなんですけども、ここ数年、この AI という言葉、いろんなところで耳にすることが多いかと思います。これは、ここにあるようなコンピューテーショナルサイエンスの分野でも、全く例外ではありません。で、こちらにあるような様々な分野で AI を活用した成果というものが、報告されつつあります。で、今日紹介するモジュラスは、この中でも、コンピューテーショナルエンジニアリング、あるいは、CAE とかシミュレーションとかでも言及されたりすると思うんですけども、ここをメインのターゲットとしたプロダクトということになります。なんですが、今日この後もちょっとお話ししますけども、このアースサイエンス、こちらにもですね、徐々に適用範囲を広げつつあるような、そんなものになっております。はい。では、AI をシミュレーションに活用しますと言ってもですね、具体的にどんな応用の仕方があるのかという話になるかと思います。で、その方法っていうのはいろいろ考えられると思いますし、今まさにですね、世界中でいろんな研究が行われている、そんな分野かと思います。で、この点に関して、この GTC2022 のテクニカルフォローアップセミナーで、NVIDIA の山崎がですね、この AI for HPC ということで、このように、まとめています。特にこの2点目に関しては、AI を活用したサロゲートモデルの構築というふうに、言い換えてもいいかもしれません。ということで、モジュラス何っていうのを一言で言いますと、フィジックス ML に基づいたサロゲートモデルを構築するためのプラットフォームですよというふうに言うことができると思います。そして、そのサロゲートモデルを構築するのに、データに加えて、現象を記述する支配方程式も合わせて使うことができますよというのが大きな特徴だと思います。これによってですね、基地のその、なんていうんでしょう、その物理法則っていうんですかね、を拘束条件として AI モデルに反映することが可能になるということです。そして、モジュラス、カスタマイズ用の API も用意されてますので、ユーザーが独自の式を定義したり、なんてことも可能だったりします。で、それに加えて、そのカスタマイズ性を有しつつも、このモジュラスが提供する関数というのは非常に高レベルで抽象化されているので、機械学習の専門家だけではなくて、いわゆるそのドメインエキスパートの方でも活用いただける、そんなものになっています。そして、パラメータ空間ですね、一度に学習できるので、学習済みモデルを使って、ほぼリアルタイムでパラメトリックスタディも可能ですよといったものです。で、たった今、フィジックス ML モデルのためのプラットフォームですよというふうに紹介しましたけども、これ一言でフィジックス ML と言っても、これが指すものっていうのは非常に幅が広いので、今年の3月に開催された GTC のこちらのセッションでは、フィジックス ML というものを以下のように分類しています。この分類は、モデルの学習に際してデータ、そして物理情報を、それぞれどれだけ使いますかといった観点からの、分類になります。完全にデータドリブンなものから、フィジックスドリブンなものまであって、で、その中間に位置づけられるようなものも、存在しますよと。ただですね、これそれぞれの、分類の境界も、特にそのはっきり分けられるみたいなものでもないので、これ個々の仕様がどんなものかっていうのは、ここではちょっと一旦横に置いておきまして、モジュラスではこれらすべてのアプローチをサポートしていますよというのが大事な点かなというふうに思います。で、今お見せした図でいうところのデータドリブンな方法に関しては、これまでも数多くの事例が存在していて、その有効性というのが示されていると思います。では、その対極に位置づけられるフィジックスドリブンな方法に関してはどうなのというと、いろんなテストケースで基礎的な検証が行われています。まずは CFD であったり、あとは構造解析、電磁界解析、あとはバネマス系みたいな、なんていうんでしょう、一次元系っていうんでしょうか。
あとは、まあ、ハードボーテージなどなどですね。では、まあ、こういうシンプルな経緯においては、妥当な結果が得られるということが、確認されている。そうです。はい。そして、パフォーマンスに関してなんですけども、このモジュラス A100 に最適化されています。上の棒グラフは、ある問題設定において、1GP を使った場合のパフォーマンスを、示しています。これ、両方ともちょっと同じことを言ってるんで、右側のグラフで、ちょっと説明しますと、これ V100 でのパフォーマンスを1とした場合の、まあ、相対的な、パフォーマンスを表しています。A100 で FP32 を使ったトレーニングに関しては 1.56 倍、A100 で TF32 を使った場合には 3.12 倍の、性能向上が、確認されているということになります。そしてさらに、このモジュラス、マルチ GPU、そしてマルチノードでの学習に対応しています。上のグラフは、これウィークスケーリングなんですけども、128GPU まで、良好なスケーラビリティが、確認できています。一方で下のグラフに関しては、これはストロングスケーリングなんですけども、こちらもやはりある程度の GPU 数までは、良好な性能ができるということが確認できるかと思います。以上がモジュラスに関しての概要紹介でした。ここからは PhysicsML のユースケースを2つほど、紹介していきたいというふうに思います。でまず1つ目の事例なんですけども、これ Earth2 と呼ばれる、気象気候シミュレーションのための、地球のデジタルツイン構築に関する事例になります。この取り組みの第一歩として、物理モデル、機械学習、そして HPC ですね。これらを活用した次世代の気象予測モデルの構築が、進められています。そのモデルの名前がフォーキャストネットと、呼ばれるものでして、まあ、このような全球の、気象モデルになります。解像度としては、25キロ、四方で、トレーニングデータはですね、ECMWF が公開している ERA5 というものを、まあ、使用しているようです。そしてこのトレーニング済みのモデルを使って、インファレンスに関しては0.25秒で、2週間分のフォーキャストが可能ですと、まあ、そういったものになっています。このような気象あるいは気候計算では、計算結果を一つだけ求めたいというよりは、なんていうんですか、アンサンブル計算によってその統計的に結果を出したいですよみたいな場合も、多いと思います。そういったケースではいろんな条件でインファレンスを高速に行えると。というのはこの AI モデルを活用するメリットなのかなというふうに、言えると思います。で、このフォーキャストネット、なんですけども、この AI を活用した気象予測モデルとしては、これまでにない規模を、達成しています。こちらには、全球の気象予測モデルの最大規模の推移を、示しています。フォーキャストネット以前の最高の解像度がこちらですね。で、まあ、それを大幅に更新しましたということのようです。で、このような大規模なモデルを作るには、まあ、当然その膨大な量のトレーニングデータも必要になって、ということはやはりそれなりの計算機リソースも必要になります。そのため、モデル並列、そしてデータ並列、両方を駆使してですね、スーパーコンピューター上で、スーパーコンピューター上での大規模分散学習を可能にしています。こちらに示してあるグラフは、NVIDIA が所有するスーパーコンピューターであるセリーンでの、スケラビリティを、表しています。こちら最終的にはですね、約 3000GPU を使うことで、トレーニングにかかる時間を67分まで、短縮できたということです。で、モデルが大規模なのは分かったと。じゃあ予測精度はどうなのというところなんですけども、プレリミナリな結果が、出始めてきています。こちらに示している結果は、トレーニングデータとして、1979年から2015年のものを使用して、でその上で2018年の、36ケースの予測を行ったものの結果になります。こちらのグラフは横軸に、その予測の期間で縦軸に AC とありますけど、予測精度と思ってもらっていいと思います。で、これら2つのグラフは、それぞれ異なる物理量の予測精度を表しています。
この黄色の線に関しては IFS と呼ばれる、グローバルスタンダードとして今、現在使われている気象予測モデルによる結果になります。で、ピンク色の線、こちらは、トレーニングデータとして20の、変数を使用した場合のフォーキャストネットの結果で、水色の線はその使う変数の数を26まで増やした場合のフォーキャストネットの結果を表しています。こちらのグラフからも分かりますように、トレーニングデータとして使う変数を、増やすことで、予測精度が、大幅に改善して、IFS にかなり近い、予測精度が得られているということが確認できるかと思います。で、さらにこのモデルを、改良することで、どこまでこれ IFS に近づけるかなどといった、このモデル自体のそのポテンシャルに関しては、実はまだですね、まだまだ分からないことが多いらしく、引き続きこの取り組みを継続していきますよということのようです。で、このフォーキャストネットなんですけども、これ実はオープンソースとして公開されています。なので、この取り組みに興味を持っていただいた方はですね、ぜひこちらの GitHub、ご確認いただければというふうに思います。で、今紹介したオープンソースのフォーキャストネットは、オリジナルの実装で、実はモデラスを使った実装ではありません。ではないです。なんですけども、このモジュラスを使って実装されたフォーキャストネットが、新たにモジュラスのユーザンプルに、含まれるようになりました。興味のある方はですね、ぜひこちらもご確認いただければというふうに思います。そして2つ目の、ユースケースですね。こちらは、このような風力発電機の最適配置に AI を使いましたよという事例になります。風力発電機のこの配置を最適化するには、このなんていうんでしょう、このタービンの交流ですかね、これが他のタービンの発電効率にどんな影響を与えるかといったところまで含めて、CFD を行う必要があるということです。なんですけども、その要求される精度を満たすような計算を行うには、解像度の高い定常計算が必要になって、で、計算時間が非常に膨大になってしまうという問題があったということです。そこで、このシーメンスガメサーでは、解像度の低い CFD の結果を入力として、高解像度の計算結果を出力する AI モデルを構築しました。その結果の一例をこちらに示しています。このように解像度の低い計算結果をもとに、AI によるスーパーレゾリューションによって高解像度の結果を推定できるようになりましたということです。これによって、このように複数の発電機を配置した際の発電量を、これまでに比べて、素早く、かつ正確に見積もれるようになったということです。で、このスーパーレゾリューションなんですけども、これもですね、実はモジュラスによる実装が、このユーザンプルに、含まれるようになりました。このモジュラスのユーザンプルでは、タービンの題材としているものではなくて、こちらにあるような等方性乱流を題材として、スーパーレゾリューションを行う、そんなものになっています。こちらに関してはですね、そのまま、活用いただくような場合もあるかもしれませんし、あるいはこの実装を参考に、独自のモデルを作っていただくみたいな利用方法もあるかと思うので、ぜひこちらもご活用いただければというふうに思います。ということで、モジュラスの概要と実際のユースケースについて、ここまで紹介してきました。ここからは、ちょっとモジュラス使ってみようかなと思われた方のために、参考情報をいくつか、お届けできればというふうに思います。まず、モジュラスの入手先なんですけども、こちらにもありますように、デブゾーンと、NGC です。NGC の2通り、あります。これ、どちらも、中身としては同じなので、好きな方からダウンロード、ぜひいただければというふうに思います。そして、モジュラスの使い方を学習するための教材というのは、実は GitHub 上でこれ公開されています。なので、例えばこれからそのモジュラスを使って、卒論とか修論に向けて研究を始めますよという学生さんなんかはですね、こちらを活用いただけると、モジュラスの使い方に関しては、スムーズに学習していただけるのかなというふうに思います。
そして実際にモデラス使っていくにあたってですね、最も参照することになるのが、おそらくこのモデラスのユーザーガイドだと思います。でこれかなり充実したユーザーガイドが、オンラインで公開されています。事例としてですね、ユーザー独自の、方程式の定義の仕方を説明している部分をちょっと一部抜粋してこちらに載せてます、載せています。まあ、こんな形でですね、標準機能の使い方だけではなくて、研究に使っていただけるよう、そのカスタマイズに関連する説明というのも、豊富に、用意されていると、そんなものになってます。はい、そしてさらにそのモジュラスをこう使い込んでいくとですね、ユーザーガイドに書いてないようなことだったり、あるいはその、まあ、よくわかんないエラーに遭遇するみたいなことが、そんな場面があるかと思います。そういった場合はですね、こちらの、テクニカルフォーラムを使っていただくことが可能です。こちらに投稿された質問については、本社のプロダクトチームが、直接回答するということになってますので、こちらもですね、ぜひ有効にご活用いただければというふうに思います。はい。そして最後になんですけれども、モジュラスへのコントリビューション大歓迎ですという、こちら宣伝になります。こちらのサイトからアクセス申請をしていただければ、GitLab 上での、モジュラスのソースコードにアクセスできて、かつ実装についてとか、その新機能の追加について等々ですね、ディスカッションすることができるようになっています。いろんな方にですね、広く使っていただけるような、フィジックス ML のプラットフォームに発展していけるよう、まあ、いろんなフィードバックいただけると大変ありがたいといったところになります。はい。ということで、今日のお話のサマリーになりますが、こちらになります。で、ちょっと今日のお話ですね、モデラスに関して少しでも興味を持っていただいた方、ね、まずはですね、ちょっとぜひ触ってみていただけると、大変ありがたいですというところで、はい、私からの発表は以上になります。はい、ありがとうございました。